おのれそう前向き YouTube。 はい、こんにちは、どうも。今日はですね、西行法師、鎌倉時代の人ですが、西行法師を描いてみたいと思います。これもゆるーく西行法師を、はい、西行法師は今からそうですね、2000年ですから、ちょうど800年、900年ぐらい前の北面の武士と言われている、朝廷に仕えた武士ですが、まあ、武士を辞めて全国放浪の旅に出かけたんですね。はい、じゃあ行きます。このように西行さんは傘をかぶってます。やっぱりね、昔の人はね。そして、全体にこういうふうに、後ろの部分、バックの部分ですね、はい、よろしいでしょうか、ね、そしたらこういうふうに持って、歩いているような姿をここで見てます。後ろ姿をですね、はい、こんな感じで良いと思います。はい、詩を書きます。西行を残して富士は霞けり。ちょうど富士山を訪ねた有名な富士山をまず見ようと西行は言ってますね。富士山をもう背にして、京へ向かうのかな、鎌倉街道。その当時は東海道っていうのはないんで、鎌倉街道っていうのがあります。では行きます。西行を残して富士は霞けり。これは明治時代の俳句ですね。西行を、よろしいでしょうか。おのれ書風でいきますね。ぐる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 。西行を残して富士は霞みけり。霞けりと、こんな感じで、字を入れます。ここに空間入れますね。さあ、これで一つは、今回はここに傘の色をちょっとつけていきたいと思います。あまりね、水分ちょっと取って、いろんな色をちょっと混ぜた傘、黄土色にちょっと茶色混ぜて、それでいきます。全部塗る必要ないですね。ちょっと汚いぐらいの方がいいですね。はい、こんな感じで。そして、向こうにちょうど富士をバックにしてますから、向こうに三保の松原というか、静岡の方の景色もいいですから、ゆるーく太平洋の海をね、このように入れてもいいんじゃないでしょうか。ね、伊豆から見た海かも分からない。こう色を入れるとこれバランスが取れます。ここに入れましょう。ここに印鑑を押します。はい。これも印鑑を押して、己印は対角線上にこの西行をね、
ここにお乗りをして完成しました。これぐらいの方がよろしいですね。はい、こんな感じでいかがでしょうか。己の心